皆さんこんにちは、シカッキーです、今はね、夜中の7時5分、6分今日はね、息子のね、自転車の後輪をね、のパンクを修理したいなと思います。これね、ここにしました。安いやつ、スーパーチューブ600円か700円ぐらいかな。もうちょっと安いかもしれないけど、でそんなもんでヨドバシで買いましたね。これをね、これを取って交換したいと思います。まあ、自分でやろうかなと思ったきっかけは、車のタイヤも交換もね、今年の冬ね、自分でやってみようかなと思ってたんですよ。で、自転車のパンクはずっとパンクしてて、でずっとね、修理出してなくて、それでね、車のタイヤ交換するんだったら自転車も簡単かなと思って、いろいろ調べたらなんかちょっとできそうだったんで、ちょっとやってみようかなと思います。今7時6分なんでね、まあどれくらいかかるかやっていきたいと思います。これのね、ネジを取って、このホイタイヤ自体を取んないと交換できないんで、まずはそこを取っていきたいと思います。とりあえずタイヤ外すため、とりあえずね、動画はね、見てるんで、ざっとね、一回だけ。ここの部分は外さなきゃいけないから、ここはね、取らなきゃいけません。問題はね、こっち側この部分を取って、こっちをフリーにしないと外れないでね、こっちは結構取らなきゃいけないけど、こっちはね、この部分、このドルよけだけね、取れれば、あとパカッていっちゃうんでね、こっち側ね、それまでちょっと反対側取っていきたいと思います。取れました。これをね、新しいやつと交換すればいいってことですね。ちょっとクレーパーだけかな、このやつ、パナレーサー、こうかけて、こう、おー、すげえ。外れないの。もうこれ破いちゃってもいいんだよね。別にもうこれパンクしてるから破こう。ハサミで切って。何の時間かけたんかけなくたっていいの。よいしょ。よいしょ。よし、あ、こうやってやっていけばいいのか。こうやってやっていくのか。あ、わかった。使い方やっと分かりました。こう外してって、こっちね、こっちの取れてないとこをこうして浮かして、あといけそう、手でいけんじゃないか、まずこっちが全部出すか。よし、出ました。よし、よし、いった。で、次残りをまたこれに引っ掛けて、あ、いけるじゃん。何これ、すげえ、初めて知った。これな、これ取るの。あ、やべえ、切っちゃった。え、こっち切っちゃダメだったのか。
最悪。ああ、ミスった。これね、外側と中側になってることを初めて知りました、私。で、これ切っちゃったから、ダメだ。だから今注文しました。まあ、中パンクしてたから、中はどっちにしろこれ交換しなきゃいけなかったんだけど。で、これを外して、で、入れるんだね。なるほど。勉強になりました。そういうことか。だからめちゃくちゃ安いなと思ったんだよな。24個と1の8分の3。そうだよね。大きさ間違ってない。うん、間違いない。これで合ってる。いやー、今日で終わらなかったので悲しい。こちらね、ブリヂストンのタイヤね。これ切っちゃったんで、まだこれ全然使えたわ。っていうかね、私のそのタイヤのね、中のチューブとこの外側って分かれてると思ってなくて、一体化してるものだと思ったから、まあ、切っちゃったんですけどね。まあもうこれは使えないんで、ついこっちね、新しい外側のタイヤと、中のゴムチューブのね、前回ちょっと違うやつ注文しちゃって、こちらのタイプですね。これを購入しました。はい、これをね、まずつけていきたいと思います。バルブをね、ここに入れて今セットしました。その後はね、タイヤチューブ、タイヤをねかぶせていけばいいと思いますね。こういうのに入れてたんですね。OK。ね、多分はまったと思います。あとで空気入れてね、ちょっと空気入れて抜いたりして、ちょっとね、こうやって揉んで、ちゃんと定位置に来てるかね、確認したいと思います。これが組み立てですね。どうなってる？あ、これ通すのか、マジか。最悪。また最初からやるの？くそ。いや、このやり方、この順番は多分間違いない。やっと見つけたんで。この順番は合ってる。これ、写真撮っときゃよかったわ。組み合わせる順番。大変だった。ちゃんと写真撮るべきですね。順番ね、このワッシャーとかの。で、ここのね、ボルトはね、ここね。ちょっと待って。ここのボルトね。これ、強く締めすぎちゃうとタイヤの周りが悪くなっちゃうんでね、そこを再調整もしました。で、横はね、ここはしっかり留めないといけませんので、で、多分これで順番は合ってると思いますね。ワッシャーの裏とかの跡をね、確認しながら少しずつね、正解を導き出して、こうやって組みました。はい、それではタイヤ空気入れたいと思います。
こっちにちょっと入れすぎちゃって危なかった。これなんか足りねえな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、ね、やっと終わりました。空気もね、入れてほぼ完璧ですね。ちゃんと整備したし、間違ってないと思いますね。ボルトのね、ここら辺ね、ここら辺はね、写真撮ることをおすすめしますね。こちらのね、タイヤのね、あの中のチューブ、1回目買ったやつ600円ぐらいのがね、あのサイズ合ってないと思ったんですけど合ってましたね。あのこっちのチューブ違うやつで1000円ぐらいのやつを取り出せて、今ついてるやつね、中の大きさこうやって合わせたら全く同じだったんで、で書いてる数字もね同じだったんですけど、1回目買ったやつ、その後ろになんか余計な文字いっぱい書いてあったから違うんだなと思って注文したらね、あ同じでした。でこのフレームのね、あのとか合わすと少し大きめに作られてるんですね。なんか元々ついてたやつ結構ピチピチだったからあれかなと思ったけど、普通にねちょっと余裕持ってる作りなんですね。初めて知りました。であと外側とね中のチューブがね分離してるっていうのことも今回初めて知りました。でまあ次やるときは中の普通のパンクだったら中のチューブだけ交換で、したら安い600円とかのやつで直っちゃいますんで、ただそのボルトの位置とかね順番はよく最初に写真撮っとくことをお勧めします。私も忘れましたよ。忘れたけどワッシャーの傷の跡とか見ながらね、あの何回も組み直しました。4回5、6回もやってますね。1回つけてもう1回外してみたいな。だから結構大変だったんですけど、まあ勉強になったんで、また もし子供の自転車またパンクしたらね直せると思います。ご視聴ありがとうございます。